はい、先生お願いします。はい、今日はね、2024年、The First Fascia Medicine and Science Congress と、これは中国でやった講演のね、はい、この動画をね、出します。はい。これがね、なかなか、動画で、現地行かなかったんだけど、諸事情でね、はい、うん。で、動画で出したんだけども、あ、2日やったんだよね。初日に総合にやって、2日目に書くんで、これカーラステッコ先生に依頼があってさ、はい、でカーラステッコ先生に会いに中国まで行こうと思ったんだけどちょっと諸事情 で、 うん、うん、で動画でやりました。はい、でこんな感じでね、結構人集まってでしょ。これ即今度の話してるんだけど、そうですね、ね、でこれがパッシブリリースの話ね、こんなにいるんだね、うん、で実際どんな感じっていうと、日本語でね字幕をつけてそれを中国語に訳してもらったんだけど、はい、みんないるんだよ、すごいよね、何人いるんかね、すごいですね、立ち見もいるよね、ということでね、おでこれ最後、はい、カーラステッコ先生はどこにいるんですか。あ、真ん中にいますということでね、ぜひ内容をご覧ください。はい、で総論が30分で、うん、各論が1時間と、はい、2回に分けてね、アップするんで、はい、でこういう感謝状をねいただきました。いいですね。はい、ね、はい、でよろしくお願いします。はい。はい。こんにちは。今日はこのような機会を与えていただきましてありがとうございます。それでは私の発表、エコーガイド化ファッシャーハイドロリリース、US Guided Fascia Hydro Release, USFHR、総論についてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。本日の講義内容ですけども、まず自己紹介、イントロダクション、ファッシャーとは何か、それから MPS から FPS、エコーガイド化ファッシャーリリース総論、パッシブリリース、経絡とファッシャーについて、多職種連携についてお話したいと思います。まず私は1960年、群馬県沼田市に生まれました。群馬大学麻酔科に入局して35歳の時に木村ペインクリニックを開業、42歳の時に腰痛になりました。で、45歳の時ですけども、腰痛のペインインクリーションで、MRI では L5S1 にヘルニアが、少しありました。硬膜外ブロックを試行したんですけども、効果が一時的でした。趣味はゴルフ、オーディオ、キャンピングカー、犬、それからオートバイ、ファッシャリリスト。で、腰痛でゴルフもできないペインクリーションということだったんで、2003年、MPS、マイオファシアルペインシンドロームという概念を知って、自分でトリガーポイントブロックを試行して腰痛が改善しました。これは昨年の9月17日に当院で行われたエキスパートセミナーの模様です。ご覧ください。つまり、首を見るって言ったとしても、結果的にその悪化因子、悪化因子、悪化因子ってどこかっていくと、それは多くは病歴で紐解いていくんですね。付け根の筋肉が。こう曲がってるの分かる。ああ、分かる分かる。締め合わせて、骨の際行くんだ。ああ、いや、これ、再刺さなきゃね。はい。ファッシアの痛み。ああ、そうですね。それすごい大事なところですよね。それで、ですね、神経損傷するとその後くっつきますからね。だから、神経周囲のファッシアのリリースみたいなのは、まあ、効果を発揮する可能性ありますよね。それからですね、痛覚変調性疼痛は、例えば慢性の腰痛、原因のわかんない腰痛には相当関与してると思うんですよ。なので、まあ、ちょっとかなり、まあ、通常の整形外科の先生
の、視点は、あまりその時は持ち合わせてなくて、まあ、独自に、まあ、そのがん治療みたいなのの延長的な形で異常血管が見つければそこを治すみたいなことをやってきました。これは臨床麻酔っていう雑誌なんですけども、発痛源としてのファッシャっていう論文が紹介されました。それからテレビでもファッシャっていうことが今非常に話題になっています。これは有名な女優なんですけども、ファッシャって何というふうに興味を持っています。さて、ファッシャとは何か。ファッシャイコール筋膜マイファッシャではありません。動画をご覧ください。このモヤモヤしているところですね。これがファッシャです。で、国際疾病分類、の第11回改訂、まあ、ICD-11、これが30年ぶりに改訂になったんですけども、その基本構造物にファッシャーが追加となりました。これが1879年から1954年のフレディック・ジョーンズ先生、人類学者、解剖学者なんですけども、人体解剖学においてファッシャーは本当の重要性及び機能を無視して説明される傾向にある。しかし、ファッシャーほど実地解剖学の研究で医学や手術へ実用的に貢献できる組織はないと、このようにおっしゃっています。で、ファッシャーの定義は今国際的にも議論中となっております。我々ジェーノス、日本整形外科研究会の、定義としては、ネットワーク機能を有する繊維性の立体網目組織ということになっています。で、ファッシャー、特に、重積像ですね、スタッキングファッシャー、これはエコー状の白い帯状の画像物、これが発痛源であることの、関する論文を紹介します。まずは、知覚神経はファッシャーの外装に豊富に存在すると。それから、慢性腰痛患者では強要筋膜が疲労、伸長性が低下。それから、MPS 慢性頸部痛患者では、強さ乳突筋、斜角筋の筋外膜、ディープファッシャーが疲労していると。それから、エコー画像上のファッシャーの重積像、スタッキングファッシャーですね、が発痛源である可能性。これは我々の論文です。それから、正中神経の某神経領域やファッシャーの高エコー部位が手根管症候群の原因になり得る可能性を示唆。それから、足関節捻挫の既往があるバスケットボール選手では、健常者としか比較してファッシャーの厚みが増加という論文があります。これは河原先生の論文なんですけども、強要筋膜に、自由神経終末がフリーナブエンディングですね、終末がたくさんあるという論文です。つまりですね、ファッシャーは発痛源となり得るということです。整形外科、麻酔科、膠原病内科、神経内科、泌尿器科、歯科口腔外科、耳鼻咽喉科などで、多くの分野で原因不明とされてきた痛み、痺れの一因としてファッシャーに注目が集まっているということです。さて、これは、ボニカのマネージメントペインのサードエディションで、ボニカ自身が書いている文章なんですけども、トリガーポイントっていうのは、筋膜以外の結合組織、皮膚、腱、靭帯、骨膜などにも出現している。つまりこれファッシャーですね。ということで、我々は MPS、マイファッシャルペインシンドロームからファッシャルペインシンドロームという概念を提唱しております。ファッシャルペインシンドローム、 FPS っていうのは、ファッシャーの異常によって引き起こされる知覚症状、運動症状及び自律神経症状を呈する症候ということになります。それでは、エコーガイド化ファッシャーリリースについてお話したいと思います。まず定義ですね。ファッシャーを生理直塩水筒の液体でリリース、
エコー画像上では白く、厚い帯状のファッシアをバラバラにするように薬液を注入し、鎮痛効果に加えてファッシアの柔軟性、伸長性、可塑性の改善を期待する主義であると。技術開発の経緯ですけども、2010年に、局所麻酔薬による筋膜管ブロックっていうのを開発しました。その後、生理食塩水による筋膜管注入法、2014年にはエコーガイド化筋膜リース、それから2014年から15年にかけてエコーガイド化ファシアリリースという主義を考案しました。特に注射で行うファシアリリースのことをハイドロリースと定義しました。で、ハイドロ液体を使うんですけども、日本では主に生理食塩水、細胞外液、局所麻酔薬、それからブドウ糖を使うとプロロセラピーと同じ意味になります。それからリリースですね。これは機能的に言うとリラクゼーション、治療主義としての関節法の意味と。で、形態的には分離、セパレーション、治療主義としての直接法の意味という二つの意味があります。で、このハイドロリリースですけれども、今までの治療と何が決定的に違うか。まずエコーを用いると。それから生理食塩水を用いる。それからこれが大事なんですけれども、末梢神経だけでなくファシアがターゲットということです。一つ一つ説明したいと思います。まずこのエコーを使うことによって、MRI や CT などの画像診断機器より局所分解能が優れていると。それから動きを評価できる。エコーを使うことによって局所診断と局所注射の精度を飛躍的に向上させたということです。次に生食を用いる。これは、局所麻酔薬を用いない、使わないために非常に安全であります。で、生理食塩水に関する論文ですけども、古くからございまして、1955年ですね、経験部の筋膜性疼痛患者100名に生理食塩水を注射し、その有効性を報告と。1980年、ランセットですね、急性局所筋肉痛にメピバカンよりも生理食塩水の注射の方が効果が高いことを報告。それから2016年、エコーガイド下で、筋外膜に生理食塩水、重炭酸リン類の注射を行うことで、メピバカンよりも MPS に対して効果が高いことを報告。これは我々の論文です。それから MPS 患者を対象としたエコーガイド下で生理食塩水注射により、半数以上の患者に痛みの改善と可動域の改善が見られた。それから2020年、急性腰痛に関する多裂筋の高エコー部位へのエコーガイド化ハイドリースが痛みの改善に有効と。それから肩こりに対する生理食塩水注射と局所麻酔薬注射の RCT では有意差がなしと。それから2021年ですね、椎間関節性腰痛に対する生理食塩注射は局所麻酔薬、ステロン薬などの薬液と比較して同程度有効であると。それから股関節痛に対する生理食塩水注射は PRP、ヒーラン酸などの薬液と比較して同程度有効であるというような論文があります。で、ハイドロリースの効果ですね。痛みの軽減、しびれの軽減、運動神経麻痺の改善、可動域の改善などがございます。これはエコーガイド化発症ハイドロリリースとハイドロダイセクションと神経ブロックの違いです。ハイドロリリースはこうファシアを狙ってるんですね、ファシア。で、ハイドロダイセクションはこの神経周りをターゲットとしております。ハイドロダイセクションこっちですね。で、神経ブロックはご存知のようにこう神経の周りをターゲットとしております。で、ハイドロリリースとハイドロダイセクションの比較です。使用する薬液量が、ハイドロリリースは1箇所で1から 5cc、最大でも 10cc ですね。それからハイドロダイセクションは1箇所10から20、それから最大で 4、50cc と大量に使います。
で、一番大きな違いは、ハイドロリスは8社自体をターゲットにしております。で、ハイドロダイセクションは末梢神経をターゲットにしております。これは末梢神経終末。こういうふうにポリモーダルの受容器があります。で、これは神経ブロックが主にここに作用します。で、ファッシャーリリースっていうのはここですね。ファッシャーに、作用して、その作用基準としては、ファッシャー同士の、またはファッシャー近接組織の間の癒着を、注射針自体及び注入される薬液により隔離することで滑走性を改善すると。液体注入による局所補液効果、それから液体注入による局所発痛物質の洗い流し効果と。それから、それらの組み合わせですね。というような効果を予想しております。現在、抗ガイド化ファッシャーハイドリスは世界中で注目されております。これはカーラステッコ先生による執筆依頼がありまして、ハイドロリリースをファッシャーというのをこのファッシャーという書籍に記載しました。それから2022年ですね、イギリス・スコットランドで、イギリス局所麻酔学会と国際抗ガイド化局所麻酔学会の協賛による、ジョイントサイエンティフィックミーティングっていうのがございまして、その中で、インターベーション・オブ・ファッシャー・イン・ペインっていうのを発表しました。それから昨年ですね、中国の成都で、リハビリテーション医学学会で、ハイドリリース・アザ・ニュー・インジェクション・テクニック・ターゲッティング・ファッシャーっていうのを発表しました。それから、サイエンティフィックリポートですね。これにも、我々の論文が、載りました。これはですね、CHL、コラックヒュメラルファリガメント。ここにリリースを行います。こういった形でリリースを行います。そうすると、これは注射前ですね。ファースト回線が、このように非常に改善します。で、可動域が、それぞれ、非常に改善するのがわかります。で、リハビリを組み合わせると、さらに改善することがわかりました。それから、これは2019年ペインメディソンですね。ペリカンインクを 1cc を僧帽筋と菱形筋の間に入れると、20から25平方センチメートルと、かなり広がることが分かりました。次にファッシャーリリースが対象とする、解剖構造物です。これは非常にたくさんございます。これは明日それぞれ詳しくお話したいと思います。で、ファッシャーの重積が起こりやすい構造物ですね。つまり、スタッキングファッシャーって言いますけども、まずこう、カーブするところですね。カーブするところには、こう、スタッキングファッシャーが起こりやすい。それから、これ、クロスするところですね。クロスするところもたくさんございます。それから、いろんな構造物が集まるところですね。これは股関節ですけども、こういうところも、スタッキングファッシャーが起こりやすいということです。さて、次にパッシブリリースについてお話しします。パッシブリリースとは、組織を多動的に伸長させた状態で実施するリリース主義と。対象組織としては、関節を靭帯、腱、筋、末梢神経。利点としまして、局所麻酔薬を必要としないため非常に安全であると。それから、圧痛点が明確になるんですね。それから、原因となっているファッシャーをリリースできると、即座に可動域が改善するため、経験を重ねると、原因となるスタッキングファッシャーがどこに起こりやすいか分かってくると。
それから理学療法士と連携して行うことが多いので、その後のリハビリが効率的にできると。可動域が即座に改善するため、患者の満足度が高いということです。で、ファッシアストレッチテストっていうテストがあって、これはファッシアを伸長させることによって発痛源を検索する診断法ということになります。ということで、ファシアルペインシンドロームの治療として、まずファシアストレッチテストで発痛源を明確にしてパッシブリリースを行うという順番になります。次に動画をご覧ください。最近もパッシブリースってよく言うでしょ。はい。これがね、実はね、この教科書にね、基本的な考えが書いてあって、これは何の教科書ですん？これね、これ。はい。2021年、2021年。ね、112ページのコラムにさ、はい。パッシブマニピュレーションウィズハイドロリースと書いてあったんです。そう。でね、どういうことかっていうとさ、これ何？これは網です。これがさ、何こ みかんの。れ。これがね、ファッシアなわけ。はい。ね。ネットワーク機能を有する繊維性の立体運命組織と。はい。立体になってるでしょ、これ。ね。はい。これはファッシアですね。ファッシアです。で、これは？こう引っ張るとさ、今突っ張ってるでしょ？これよくわかんないじゃん。突っ張るでしょ？引っ張ると、これを、なんていうの？そこ、スタッキングファッシアですか？こういうこのサインのことをさ、ああ、タイト、ホワイトファッシアサイン。タイトファッシアサイン、はい。だけど、これよく見ないとわかんないことが多くて、で、今やってるのはさ、坐骨神経とかさ、やるじゃない。痛いとか突っ張るとか言うわけ。場所を教えてくれるから、患者さんがね。で、その時エコーで見ると、こうちょっと、白くタイトファッシアサインが見える場合もあるし、タイトファッシアサインって言ったら、動きで見てるからさ、まあ、よくわかんないのよ、スタッキングして白いとこ見ればいいんだけど。で、こうやっといて、やっといて、ね、ちょっと待って。こうやっといてさ、引っ張りながらさ、こうリリースするわけですよ。ほら。おね。こういうことですよ。だからこれだとやりづらいわけさ。お 確かに。こうやりの、テンションかかってた方が。そう、こうやって剥がすわけ。おお。ほら、ほら、入ってきた。剥がれてる。ね。何ですか、先生、これは。え？すごいですね。これがパッシブリースとなるほど。いうことですめよ。ちゃくちゃわかりやすいですね。これ、冬休みの工作。いっぱい作ったんだ、これ。すごいですね、こ れ。ね。すごいわそかれりがいいやですす。い。完全にこれは理ね。解できまですしね。ょ。はい。ありがとうございます。で、このパッシブリースですね。これはコンビネーションリリースっていう大きな括りの中にパッシブリースという主義があります。さて、今度は経絡とファッシアについて。これ単経っていう経絡があるんですけども、ここのラインですね。これ我々はこう横隔膜じゃないかと想像しております。あと、ここにね、啓蒙っていうツボがあるんですけども、ここも非常に有効です。で、似たようなラインで、これ、ラテルモーションラインっていうのがあるんですね。で、先ほどの横隔膜なんですけども、ここの、葉方形筋ですね、これの裏に、薬液を注入すると横隔膜の方に広がると。これが葉方形筋ですね。ここに横隔膜が向いています。だ、葉方形筋のこの裏ですね。裏側に、
薬液を入れると横隔まで広がると。ちょっと動画をご覧ください。横隔膜ね。十二肋骨をこう探すでしょ。十二肋骨。で、十二肋骨を探したら、十二肋骨をここに出しといて、ちょっとこうやると、L 字を突起、先端が見えるから、そう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 。ね。うん。そうするともうそこに腰横結筋が見えてるでしょ。そう。うんうん。その下は横隔膜だ。うん。だからまず、十二肋骨を探して、で、こうちょっと下げて、L 字を突起を、ここで出てくるから。で、注射はこんな感じ。両方経験と横隔膜の間。という感じ。はい。それから、肛門の部位に近い、筋肉ですね。十二肋骨先端が肛門なんですけど、まず腰横隔筋があって、腹横筋、内腹斜筋、腸肋筋も近いですね。それから外腹斜筋、下行距筋、広背筋。それからこういうところですね。ルンバルインターファシアルトライアングルと。これも近いんですね。ということで、いろんなファシアが集まっていると。で、ここのリリースですね。ここですね。これは腰痛とか、足の痛みですね。特に側面の痛みに非常に有効です。ということで、これから経絡の、研究っていうのは非常に重要になってくるんではないかと思います。それから、多触手連携ですね。これが関連圧痛で、こっちが、圧痛なんですけども、こっちが発痛源となります。で、こっからこれを類推するのが非常に難しいと。で、発痛源評価として、整形学的検査、発作時の動作分析、末梢神経分布、関連痛のパターン、デルマトーム、解剖学的構造化の推測、それからファシアトーム、アンギオソム。これらを理学療法士とか鍼灸師の多触手連携で、見つけます。この時にエコーとか解剖、動作分析などが共通になって、これでまず大体発痛源を類推して、それからエコーを当ててスタッキングファッションを見つけるという順番になります。これもう一度出しますけども、ファッシアストレッチテストで発痛源を見つけてパッシブリリースと。で、ファッシアトームっていうのは、四肢の分析をつなぐディープファッシアには、張力を伝えやすい運動方向が存在する。それぞれのコンパートメント化されたディープファッシアには、近くの担当髄節が存在しており、デルマトームの皮膚感覚とは異なる分布を示す。それから、アンギオソームですね。これは、体組織がどの原血管によって、で、血液供給されているかを表した血流地図となります。これは血管周囲のリリースを行うときに役立ちます。まとめです。痛みの原因はファッシアにあると。ファッシアルペインシンドロームにはハイドロリリースが有効である。鍼治療も同様に治療できます。発痛源検索には経絡が参考になり、今後の研究が必要であるということです。ご清聴ありがとうございました。